はーい。お疲れ様です。素人光です。今回のお話なんですけど、あるラーメンが大好きな女子大生の話なんですけど、その人がクラファンでお金集めて今失踪してるぞーっていうことで話題になってるんですよね。お金集めたのにちゃんとリターンとかできてんのかーっていうことで話題になってるんですけど、これがクラファンのページなんですけどね、70万円お金集めて音信不通状態らしいんですよね。ま、ということで、まあ、詐欺なんじゃねえのかとも言われてるんで、その件についてね、見ていこうかなと思います。 思います元三つのチャンネルでは時事ニュース系の方を話していきますのでいいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いしますということで、まあ、その話っていうのがもうすでに記事にもなってるんですけど女子大生ラーメン YouTuber クラファンで金集めるも放置で物議詐欺にならないのって元バイト AKB にも返金せずとということでラーメン食べるのにクラファンでお金集めますっていう、まあ、ちょっとよくわかんない内容なんですよね、まあ、詳しく見ていこうと思うんですけど YouTube YouTube でラーメンンをを紹介するチャンネル制作を企画しクラウドファンディングの目標をクリアした女子大生が動画2本を公開後1月31日を最後に更新をやめネット上から不審の声を集めているっていうことでそもそも何これクラウドファンディングの目標っていうのが何なのかっていうのを見ようと思うんですけどこれクラウドファンディングのページでラーメン大好きかすみさんって、まあ、この女子大生の名前がかすみさんっていうみたいなんですけどラーメン you YouTuber デビュー応援プロジェクトっていうこと なになにデビ,デビュープロジェクトえーとね内容を見ていこうと思うんですけど皆さんはじめましてってラーメン大好きかすみさんことかすみあやですっていうことで、まあ、なんかツイッターとかで活動してたのかなまあこういう感じでツイッターアカウントあってね3.4万人フォロワーが今いるんですけどそういうかすみあやさんがですね私は全国の美味しいラーメン情報を発信する YouTube チャンネルを作るためにクラウドファンディングに挑戦しますって。 ちょっとね、これ、元々最初見たときびっくりしたんですけど、YouTube チャンネルを作るためにクラウドファンディングに挑戦しますって言ってるんですけど、これね、あの、元々も,も YouTube で発信してる身から言うするとですね、なんか全然しっくりこなくて、YouTube にチャンネル作るのって別に無料でできるし、発信も勝手にできるんですよ。 なので、なんで作るためにクラウドファンディングが必要なんだよって感じがしたんですけどね。あくまで YouTube チャンネルはオプションというか、 ツールの一つなんじゃないのかなと思ってたんですけど、まあとにかく、なぜか YouTube チャンネルを作るためにお金を集めますっていうことで、元の目標は、えー、30万円で、クラウドファンディングをしてたわけなんですよね。最終的には74万円も集まったよっていう話なんですけど、ちなみにその集めるためのリターン、お金を支援してくれた方に対して返すものっていうので、いろんなプランあるんですけど、これ右側ね、5000円、えー、あの支援してくれたら、かすみさんのサイン入り T シャツをあ、えー、げますよとか、えー、1万円だった かすみさんのステッカーとかさっきの T シャツだとかありあげますよとかいろいろあるんですけど高額なもので言うと例えば50万円とかだったらあなただけの特製写真集とか撮影スタジオ個人撮影会カフェタイムラーメン試食会トークショーだとかいろいろあったりもするんですよねそしてこれ100万円のプランとかもあるんですよ、まあ、支援者はいなかったわけですけどかすみさんとラーメンカフェデートっていうことで このかすみさんとカフェデートするために100枚のプランがあるよとかって言ってるんですけどもうラーメンと YouTube とのつながり全く関係ないよねこれ。 まあちょっと不思議な感じでラーメン YouTuber 目指すからお金を支援してくださいっていうクラウドファンディングをしてたわけなんですよねそして問題となっているのはラーメン大好きかすみさんチャンネルという YouTube チャンネルを開設したかすみあやという女子大生その後、まあ、クラウファン達成したから YouTube チャンネルを作りましたっていうことになるわけです、まあ、結果としてはここに書いてて昨年9月にクラウドファンディングを行い期日終了までに62人の支援者から目標金額の30万円の248%である約75万円 集めていたしかしですねその後とかすみは12月に YouTube チャンネルを開設し同3 1日に初めて動画を公開1月31日に公開した2本目の動画では焼き油そばの食レポ動画を公開したがそれを最後に3ヶ月以上チャンネルの更新は途絶えているっていうことでこれがね YouTube チャンネルになるんですけどここ3ヶ月前からもうあの動画が上がってないんですよ。デビューしましまたーっていうのを上げて その後、えー、このね、焼き油そばを揚げてですね、そっから動画が上がってるーって、まあ確かに YouTube チャンネルを作りますっていう目標だったんだったら、一応これチャンネルはできちゃってるわけだから、目標は達成しちゃってるのかもしれないですけど、これ継続しないと意味なくないかーっていう状況ですよね。まあとにかく3ヶ月動画更新してなくて、もうやめちゃったんじゃないっていうふうになってるわけです。あ、ちなみにですけど、もともとは Twitter 活動してて、ここでフォロワーを集めて、そしてクラウドファンディ して YouTube チャンネル作ったわけなんですけど、この twitter の更新っていうのもね。えっ、ー、とここ最後の動画の時、1月31日で止まっちゃってるんですよね。だからもう全部 sns の発信が止まってるんですよ。 でえー、記事に戻っていくんですけどクラウドファンディングではラーメン大好きかすみさんのチャンネルではラーメン屋さんだけでなくカップラーメンやインスタントラーメンなどさまざまな美味しいラーメンを発信する今までにないチャンネルを作りたいなと思っていますと綴っていたが全くされていない状態だってまあ確かにねこれ作っていきたいって言ってた割にはまあこの動画が上がってないんでまあそういう意味では達成されてないのかこの様子にかすみの動画コメント欄や SNS にはクラファンして聞き代集めておいてこれはね ないんじゃない ?70 万持ち逃げ クラファンで金取って浅はかすぎないって何がしたかったの何のためにお金集めたのかなーといった不審な声が集まっているってまあそりゃそうだよね <laughs> こんな簡単にやめちゃってだってカップ麺の動画撮るってなったらすぐにでも撮れるわけじゃないですかだから3ヶ月もやってないっていうのはそりゃクラファンでやりますって言ったことに反してるんじゃないのかなとは思っちゃいますよね多くの人は一方かすみが昨年10月に3日間働いて 働いていてたラーメン店の店主で元バイト AKB の梅沢真由香は3月9日にツイッターのメンションで以前に私よりお貸ししたものについて約束した期日を過ぎたにもかかわらず何一つ連絡もいただけなく連絡も取れないそんな状況に大変困惑していますって、まあ、要するにどういうことかというとツイッターを見てみようと思うんですけどこんな感じでそのかすみさん えー、失踪したんじゃないかっていうラーメン YouTuber に対してこういうことをツイートしてるんですよ私は、えー、貸したものがあるぞーっていうことででも連絡が一切ないから ここでオープンな形でかすみさんに対して連絡を取ってるわけなんですよ。おい、答えてくれって、全然連絡が返ってこねえよーっていうことで、ツイッター上で言ってるわけですね。で、えー、連絡するも霞は無反応ということで、まあ、1月31日に更新してから、全然ないんですよね、ツイッターの更新とかも。で、梅沢は直後、30ほど貸して飛ばされたの生まれて初めてっていうことで、こんなツイートもしてるんですよ。30ほど貸して飛ばしたの、飛ばれたのは生まれて初めてだって言ってて、 まあここがねいくらお金の話なのかどうかははっきりは書いてないんですけどだいたい察するに30万円貸したんじゃないのかなっていうふうに思っちゃいますよねで応援も信用もしてただけに傷つきましたとツイートしていた果たしてかすみが今後 YouTube に戻ってくることはあるのだろうかっていうことでね、まあ未だに更新はされてなくこの梅沢さんに対しても連絡は行ってないみたいなんですよねまあ、何よりも梅沢さんこういうこと言われてて連絡一つで済むのに連絡は ありませんでしたということで、も、まあ、そうなんですよ。 あの返せなら返せないでしても、連絡一つ返せばいいだけではあると思うんですよ、とりあえずね。なのに、それすらないみたいなんですよね。私もスレスレで、Z 世代だけど、それでは済まされないし、済ます気もない。いいコメントもあったのに、それすら響いていないようで、道理を解いても無駄のようです。まさに馬の耳に念仏でした。人の善意を踏みにじる行為は本当に許せないっていうことを言われてて、実際にこう先ほどの記事にもある通りですね、ここ、かすみチャンネル、その 失踪した人がですね、働いてたラーメン店梅沢さんのお店で3日間働いて体験みたいなのをしてたんだと思うんですよね。まあ、その時の様子をかすみさんもツイッターで上げてたりするんですよね。えー、サラゼンさん、えー、先ほどの梅沢さんのお店の手伝いをさせていただきましたっていうことで、まあ、実際に本人たちも会ったりしていろいろ話聞いたりだとか、ねラーメン大好きな女性同士でこう多分仲良くなって30万円を貸したんじゃないのかなとは元美は思うんですけど、まあ音信不通な感じで。 失踪してしまったということみたいなんですよねまあ、こんなの済ます気もないぞっていう風うには言って 言ってるんんですけどどううなんだろうねこれ借用書とか書いてたりしたらまあそれは追記詰めてね、まあ、裁判内になんないできるとは思うんですけどもう口約束で「はい30万円貸します」ってなってるんであればちょっと追求できない部分なのかもしれないですね。まあ、とはいえこの個人化の話だけではなくクラファンでお金集めてた話でもあるんでネット上ではすごい批判がねいっぱい上がってるんですよね。ちょっと読んでいこうと思うんですけどラーメン大好き霞みなるチャンネルが失踪してる事件を知ったかって。 人の約束を破る時点で信用できんし、たかが70万ごときで人生棒に振るのも軽率だなぁと感じる。まあ確かにね、うん、あのー、人の約束を破るのもおかしい。でも70万円でしかもそれを棒に振るのかとも思いますよね。今の時代、ネットでそんなことやっちゃったら、本当にデジタルタトゥーみたいなのついちゃうからね。で、クラウドファンディングの闇を感じた。これ、よくないよね、本当 クラウドファンディングって元道的にはめっちゃいいサービスだと思ってるんですよ。考え方的には。けど、こういう風にね、悪用する感じにのイメージがついちゃったら、 本当よくないかなと思うんで、ま、いろんな例があると思いますけど、クラウドファンディングの悪用の例ってね。というか、まともな連絡手段ない時点でお察し、街頭チャンネルの動画は見る気も起きい、恥さらしもいいとこだーっていうことで、ま、あこの人もね、めちゃめちゃ批判してますね。こちらいいね。させていただきますね。あ、元光ね、ツイッターもやってるんで、もしよかったらフォローもしていただけると嬉しいんで、よろしくお願いします。とか、あと他には、ラーメン大好き、かすみさんって人はクラウファンの70万持ち逃げしたとか、というか、YouTube の企画的なのを 自分のしたいことを自分でできる範囲で面白おかしくやるもんじゃないのってそうだよねだか元光も YouTube 始めますって別にできる範囲からやればいいだけであって何でいきなりお金集めないといけないんだって思っちゃうんですけどねしかもラーメンのチャンネル作るってあの元光の考えで言うとあのスマホとラーメン屋さんに行くだけで できるわけじゃなんでそんなお金集める必要があるんだよって思っちゃいますよね。とか、人から金出してもらって人の金でやるってのが自分は意味不明だよ。自分自身で自分ができる範囲のことやれよって、まあ、この人の言うことはほんとその通りだなと思っちゃいましたね。とか、えー、他にはまだ疑いの段階なので何とも言えませんが、ラーメン大好きかすみさんについては、 当初からパクリ元のトラックメイメイさんをブロックしたりっていうことでなんかパクリ元なんかパクってるぞーっていうことで話題にもなってたらしいんですよねこのかすみさんっていうのがこのトラックメイメイさんなんですけどこちらの方ですね全く別件ですよこれはもう本当関係ないんですけどトラックメイメイさんっていう人がいてですね、えー、トラック運転手の女の子 がえー、なんかいろいろお酒とか飲んだりするとこを、あのー、ツイッターとかで上げてるという方なんですけどこの人のねあのバズりようがすごかったんですよね確か1週間ぐらいで何十万人とかフォロワーいったのかなちょっと、えー、何十万人10万人ぐらいかちょっと細かい数字覚えてないですけど元光もリアルタイムでそのね、えー、急激に伸びるところを見てたりしたんですけど、まあ、すごく話題になって記事とかにもなった方なんですよこの人の2番センチじゃねえかーっていうことでパクってんじゃねえのか って、ね、あのネット上ではよく言われてたみたいでその人のことをね直接ブロックとかしてたりしたらしいんですよで正当な指摘を非表示にしたりと不適切な行動が多く疑念を抱いていました今言われているバックレの事件が事件とすればやはりという感じですということで前々からちょっと不思議だったんだよっていうような意見もあったりするんですよねとか、えー、他にはこちらね ババズり始めているラーメン大好きさんののックレの件アップした動画2本はカメラマンと編集業者使ってた割に登録者も再生数も伸びてなくて普通に資金が枯渇しただけじゃないかなってあお金が足りなくなってやめただけなんじゃない普通にって言ってるんですけど返礼品をきちんとしたかどうかだけ気になるけど本人にとってはきついデジタルタトゥーになったなっていうことで、まあ、お金が足りなくなっただけなんじゃねえのーっていうことを言われてるんですけど、まあ、だとしても連絡 返したりだとか更新はできるよねなんで逃げちゃってんだよってなっちゃいますけどでまあここだよね詐欺かどうかっていう話に関しては返礼品をきちんとしたかどうかっていうとこがポイントですよねだからクラウドファンディングもこういう返礼品リターンとしてね、まあ、T シャツだったりだとか、えー、例えば高額なものだったらこれかこれだね10万円のプランとかが、まあ、支援者1人いるんで撮影スタジオ個人撮影会 とかラーメン試食会トークショーをちゃんとやってそこに来てもらうっていうことをねちゃんとやらないとここリターン達成しないわけだからこれもしやってないんであればそれは詐欺って言われても全然おかしくはないかなと思います、まあ、このまま失踪しちゃったら本当ひどすぎるよねで10万円ってプランだからさ、まあ、詐欺にありがちなイメージですけどこれだと裁判やったりするのにもそれなりにお金かかっちゃうから結局10万取り返すのにも大変だってなるわけですよね だから現実味を考えるとみんなねあの訴えたりしないっていうことが多いんじゃないのかなと思うんですよねまあこれもし失踪したらの話ですけどこのまんま、まあ、YouTube を更新すること自体はそこまで難しいことではないんでまあこうしたことでクラファンのイメージが悪くなるのは良くないことですよねこちらもいいねさせていただきますねでトラック命名を恥ずかしげもなく丸パクリしてたラーメン大好きかすみさんっての金集めるだけか集めて失踪したらしくて笑うパクリやる人の人間性なんてこんなもん よな女に目がくらんで金出すバカが悪いっていうことでこんな怪しいのにお金を出すのもおかしいだろうっていうような意見もあったりするんですよね。 本当に正しいのかっていうのをわざわざね吟味しないといけない世の中になってるっていうのもあるのかもしれないです。まああんまりいいことじゃないと思いますけどね。悲しくなっちゃいますよね。人を信じるのをいちいち疑ってかからないといけないっていうのは。うん、まあ、こちらもいいね。させていただきますね。とか、えー、他には飲食レビュー動画を出すだけならノート PC とスマホがあればできるので70万も必要な理由がわからない。いや、本当そうだよね。 <laughs> いっぱいいるもんねあのー、ラーメン食べに行きましたみたいなね YouTuber とかで100歩譲って必要だとしても100万、えー、クラファンの70万プラス元 AKB の人30万も借りて音信不通になるのはラーメン大好きかすみさん側に問題あるし詐欺と言われても仕方ないってうんその通りだねこちらもいいねさせていただきますねとか他にはこちらねラーメン大好きかすみさんのお金持ち逃げの件都合が悪くなれば連絡無視すればいいという最高に 女様ムーブしてて草ってっっ被害者かからら法的に訴えられるのかねっていうことで、もうこういうことになってもおかしくはないとは思いますけどね。もうこちら、いいね、させていただきますね。ということで、今回はラーメン YouTuber。まあ、ラーメン YouTuber をするためにお金を集めて、えー、失踪してしまうということで、詐欺なんじゃねえのかって話題になってるお話でした。皆さんの意見もね、ぜひお聞かせいただけたらなと思います。元水のチャンネルでは、ジジニュース系のことを話していきますので、いいねと思ったら、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。 いつもご視聴ありがとうございました。